はい、こんにちは、レトスのおのです。9月20日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。頭が整理できていない。問題文の意味がわからない。覚えたことをすぐ忘れてしまう。これらは、丸暗記学習の結果なんですね。今からでも理解学習をして、頭を整理し、問題文を理解し、覚えたことを頭に定着させて、少しでも合格に近づきましょう。頭が整理できていない。 問題文の意味がわからない、覚えたことをすぐ忘れてしまうこういった課題があるのであればきっと弊社レトスの予想模しは役に立つはずですまだ試験まで1ヶ月ありますので弊社の予想模し2回復習していただくことが可能ですただ弊社の予想模しは明日になると値上げになっちゃうんですね今の価格というのは本日の日付が変わるまでですなのでこの動画見終わった後すぐにお申し込みいただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます B が袋地所有者 A から袋地を譲り受けた場合には B は所有権移転の登記を完了しないと異妙地に通路を開設することができない丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれツですね袋地の所有者は異妙地 これ、周りを囲んでいる土地ですね。袋地の周りを囲んでいる土地の所有者に対して、袋地の所有権移転登記が完了していなくても、異名地通行権を主張できます。つまり、売買契約を締結していれば、袋地を取得しているので、異名地通行権を主張することができるということなんですね。よって B は、 所有権移転登記完了していなかったとしても、異名値に通路を開設することができるので、誤りとなります。では問いにですね、宅建士の資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、取引支障の交付を受けることができる、○か×かという問題です。答えは丸ですね。 取引証の交付申請するには、原則登録している知事が指定する講習、これ法定講習って言われるものなんですけども、交付申請前の6ヶ月以内に行われる講習を受講しないといけないんですよ。ただし、試験に合格して1年以内に交付申請する場合とか、あとは登録移転によって交付申請する場合、この場合は法定講習、受講する必要はないんですね。今回は宅研試験に合格して1年以内なので、 法定講講を受講するる必要はありません。ななので、丸になるということです。こ、こ,こ、引っ掛けポイントがあるので、この点は絶対注意してください。え個別指導では関連づけて理解するために引っ掛けポイントについて動画を用意しております。なので、まあ、個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、戸井さんです。 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。準都市計画区域には準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは、8個しかないんですね。で、その8個って何かっていうと、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風知地区、 あと、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区。この8つなんですね。8個です。で、注意点でもあるように、高度利用地区は、準都市計画区域では定めることができません。また、特別緑地保全地区だったり、緑化地域。これも定めることができません。そして、この8つは全て覚えておいた方がいいんですね。もう覚えていたらこれ解ける問題なので、まあ、覚えてほしいんですけども、これ覚えにくいですよね。 なので、短期講座では覚え方も教えています。え、達試験は頭に入れるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭に入れていきましょう。そして、はじめにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと数時間です。年に一回の達見試験、試験後に悔いが残らないようにしましょう。この動画を見ている方は、実際受験する方の5%以下だと思います。弊社の予想模試を知らない方もいますし、 また、理解学習自体知らない方も多いです。だからこそ、理解学習を実践できれば、この方々よりも、頭一つ抜け出すことができるんですね。なので、合格できるんです。まだ1ヶ月ありますので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして、今年の合格、一緒に喜びましょう。予想もしは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年、絶対合格しましょう。レトスのオ野でした。